この動画には非常に画面の揺れが激しいシーンが多く登場します。一般に言われる FPS 酔いという現象を経験したことのある方、もしくは動画を見ている最中に具合が悪くなった方、これらの方はですね、すぐに動画の視聴を中止して休憩していただくようにお願いいたします。はい、どうもメロです。ついにこの時が来たという感じですかね。スターウォーズバトルフロントやっていきましょう。やっていきましょうじゃねえよな。なんで急にどうしたっていう感じなんですけど、もともと私はバトルフィールドを結構やってまして、で、まあ今回、ベータテストが3日間来たということで、どうせなら動画撮っちゃおうということで、やっていきたいと思います。実際のゲームは11月に発売ですので、このあたり見てね、購入考えている方、参考にしてくだされば嬉しいかなというふうに思います。ただですね、今ね、初回起動です。本当にガチの初見プレイに、なりますので、ちょっとね、怖いんですよね。ノットアバイバル。まあ、これかな？ウォーカーアサルト。マッシブ AT ってなんだろう。ドロップゾーン、ファストペーストアクション、ウェザーシングルオブジェクト。モービルアタック。アンドディフェンドゲーム。モービルアリー。16ってことかな？こっちか。If you have not made research, you can get a few unlocked before fighting your main battle. ああ、そういうことですか。ランク上げて、これちょっとフレンドの方だな。モザイク入れてきますけど。じゃあまずこれでレベルを上げるってことかな。あ、もう始まってるんですね。16人対戦ですかね。いやー楽しみですね。ちょっと事前にいろいろ調べなきゃいけないはずのことを調べてないので、サイドクライムじゃモーストエスケープポイント、ウェアウェイ、脱出ポットかな。マストクライムデン、マストクライムデン、全然わかんねえ。アンロック、ああはいはいはい、まあ何もやってないんで装備も、ビジュアルカスタマイゼーションは、ベータではできないと。はい。行きましょうか。プレストゥジョイン。おー、なかなか。スタート。はぁ、あ。あー、こういう感じですか。いや、どこまで行けるかっていうのは、なかなかこれは、ちょっと待ってよ、リロードは？あ、リロードがないんだって、そうだね、エネルギーガンだから。ちょっと待てよ、感度を設定したい。ちょっと待ってくれ。どうやって設定するんだこれ。リズームじゃなくて、ブラスター、分かった、ステーキセンターから。あれ、感度の設定がしたいんだな。遅すぎるんだよ、これ。今、私、指切りで撃ったんですけど、その時。違うかな？
そうじゃねえのかな。おお、マップにああいう形で出るんですね。おう、ちょっと待ってください。本当に設定どうやってやんの設定どうやってやんのこれ。ちょっと誰か教えて。しかも今キルしてるだけなんだよね。こうじゃないんだよ、モードってのは。絶対取れましたね、なんか今ね。撃たれたんじゃないのかな。はい、ここは仲間を固めてくれてますね。やばそう。嘘だ。なんだなんだわかんない。ビスキルってことだこれ。助かった、ありがとう。なんだ。ちょっとランクだったな。本当に。いや、本当にじゃなくて、ちょっと遠距離打ってみましょう。ああ、なるほど。オーバーヒートは音で分かりそうですね。感度が本当に遅いな。わかんない。何？お？ニューポットインカミング。あれか。クライム。ああ、なるほど。オーケーです。デフォルトハンド。はい。ちょっとね、全然今皆さん。楽しみやね。レティクルが黄色になってるね。あ、ヒットしたら黄色になるか。なるほど。なるほどね。いいですよ。理解してますよ。あー、なるほど。わかったぞ。あれが今、やられてんだな。ああ、グレネードか。グレネードのあれがなかなか見づらいっすよ。いや、何ダメなの。ああ、ちょっと理解しました。ニューポット。なるほどね。いるんだけど、わかんないっていう。いるんじゃないのこれ。いるね。どうすんの。おお、嘘でしょ。マジっすかこれ。リーチスコア、あ、ランク2。はい。あ、でもあれは仲間が取ってくれてんだね、今ね。今行ったよね。もう一回走ってくるけど。気づか？なんだ？肩待ち？ディフェンスが。撃たれてんのこれ。撃たれてんのかこれ。撃たれてんだな。はい、ナイスです。ブラスターライフストリーク。あ。気づかねえよこれ。長押しとか。いや、本当にあの感度の設定をしたいんですよ。ゲーム中にはできないのかな。
レベリングでロックされてるわけはないと思うんで、さすがにそこは。こっちかけるね、とりあえずスコアボードですね。なんだ、なんだ、なんだ、なんか、なんかですよね、今ね。敵さんの。That escape pod is about to fall into Imperial hands. We can't let that happen. バカ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 。多すぎるわ。いやー、これ設定できないってきついんですけど、あんじゃんあんじゃんあんじゃん。普通にあったわ。センシティビティ、バトルフィールドの時はいつも 50% ぐらいだったんで、これでいってみますか。負けたし、ちょっと早かったかも今。はい、11キル10です。いや、デスじゃないんだよね。うん、これ作ってる会社は EA ですね。なんだこれ。オブジェクティブが100ポイントしかもらえてないんで、実質役に立ってないんですよね、これね。俗に言う、キル戦というやつですかね。これじゃダメなんですよね。まあ、ちょっと分かった。なるほど。クレジットに変換されると。行こうぜ。どんどん行こうぜ。クーリングパワー。2つあるんですよね。で、レートはこっちの方が高い。まあ、こっちだろうな、じゃあな。ん？あ、そっか、今これを装備してんのか。これ強いですね、この銃。ランク4。バック。マッチスタート。で、これは、さっきと逆なんで、エスケープボックスじゃないな、エスケープなんだっけ、エスケープポット。こちらを守ればいいということになりますね。守るじゃないな、破壊すればいいですね。そっか、投げたんだ。ちょい早いかな。あ、そっち脇。まずマップもまだうまいこと配布してないので、こっちから来られちゃうというのは、これやばい、これやばい。あー、全部なし。まだ見てるってことはないだろう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あれ、全然倒せてなかったよ。これはリスイッチとかは選べないんですか。選べるはずだよな。これやられてんじゃないか今。そうか、この辺で分かれちゃうか。これみんなが近づいちゃうと狙われてるな。このレートの低さ。え、ジストロベルさん、うん、うん、走ってったよ後ろ。あ、ここやべ、ここやばいとこだ。リスイチだな、ここ。いや、別にリスキルしようなんていうことは一切ない。あぶれ、あぶれ、いたな、いたな。おお、殺せた。待ってね、こっち全然わからん。どこから湧いてくるのかが、わかんないな。パートナースタート。はあはあ、パートナーというのが自動で決定されてるみたいですね。この辺りを、
ヘッドショット、いやいいですねこの曲。マップに反応があればちょっとね、いいですよ。ここら辺で分かれちゃうかな、マジできついかな。このプライム、ちょっと遠い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 。ああなるほど、そういうことか。いい連携プレーだ。そこでね、まあ守ってるんですね。場所は完全にバレてる。何ですか今。何？何？あれ？挟まれてる。パートナー。ごめんね。さあやりますよ。ディフェンド。ちょっとちょっとマップを見よう、マップを見よう。まあそうか、そうだよな。ちょっとグレネード欲しいな。まあ COD の感じがあるよね。止まったでしょ。待って、クリティカルキルアシストが出たい。おそらく、キルにカウントされるアシストのことでしょうね。一定以上ダメージを与えると、キル数にカウントされるアシストですね。まあ、これはバトルフィールドシリーズでもあったので、分かりやすい仕様かな。いるね、いるね。はい、クラスターライフルストーク大体分かってきた。これは攻めすぎなんだ。で、大垣行く。確かに冷却かな。これ冷却してんの。え、マジ。何やってない。なんだこれ、なんだこれ。あ、格闘は効く。なんだあれ。そういえばなんか貼ってましたよね、あの映画でも。バリアみたいな、ジャージャービンクスみたいなところのあの種族がさ、やってなかったっけ。まずこちらで四角長押しで、おそらく何らかの条件を満たした上で、範囲に一定時間を切ることで、っていう感じかな。今腰ダメやってみたんですけど、集団率はもちろんいいですよ。レート低いんで。ただ一発の威力が思いのほか低いっていう。いる、あ、いた。これバグじゃねえかな。今壁つけて敵の反応が見えましたね今。いいんですか。もう一人左か。バレてんだよな仲間。左右回ってったわ。ここも分かんないだろ、たぶん。そこは分かんないよね。全然オブジェクトに絡んでないので、スコアは非常に低いですね。あ、新しいクライムだ。これ、リスイチがどこになってる。ってことは、ここに隠れた方がいいのかな。で、ここにしばらくいると、いいんでしょうね。何？おいおいおい、なんだ？くそ！なんだ今の？なんだ？パートナーが多分上がってきてる。
パートナーの位置は遠くから離れていても黄色い、まああのん、何あれレキテルで覆われてるのでわかるみたいですね。あで四角長押しでおそらく何らかの方法でそのエリア化するんだね。危ない。そんなにオブジェクトに密接してる必要もないってことですかね。待て、後ろ、そこにいる。これはきついな。景気感受的な立ち回りですかね、あれはね。制圧射撃がいかつかったね。非常にいい勝負してますよ。だからまず誰かが密接して四角長押しでオブジェクトをエリア化して、まあ、攻撃化した後に、複数人で普通のドミネーションのように、制圧するという感じですかね。いる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 。彼が守っていたのか何をしていたのかは定かではない。何だろう、何だろうか。右に複数人いたのを確認したので回りたくねえなあ。これやべ。まあそうですよね、この感じ。彼はうまいですね。アイオングレネード、イオングレネードか。ああなるほど。ああちょっと気にしなかった。これ何なの、マジでディフィート。ああまあ私1位ですけどポイント的にはやっぱ低いですね。なるほどなるほど、ちょっと分かってきたかな。うんうんうん難しいですねでもまあやっぱり楽しいですよこういうのは。ランク3になりましたね。これは毎回出んのかいいですねいいですね、楽しいですよ、ものすごく楽しいです、まあただ今大規模戦ではないということを一応注意してほしいですね。うん、そこは勘違いしないようにしてほしいですね。でこれがアンロックされたと。ブラスターピストル、ピストルなのにメイン武器なんだ。オートマティカルブラスターピストル。It's high rate of fire。レートが高くて、まあ、場面を選ばない。まあ、中距離戦闘に向いている。確かにレートは高いですね。冷却速度も速い。ただ、レンジが異常に短いのと、ダメージが低い。まあ、これでいいかな。でこのスターカードっていうのが、You can now get card for your top slot。 なるほど。ターミナルデトネーター、違う、クレジット消費して、なるほど、クールダウン9セック。エディットハンド、なるほどね。こういう風に装備するわけですね。はい、これは何でしょう。あ、さっきのだ。とりあえずグレネード装備したので行ってみますか。非常にこの何でしょう、ディスパってるぜ兄さん。全然知らねえじゃん、いるな。キルアシスト100、はい、出ましたよこのバグ。キルアシストのポイントは与えたダメージによるので、100ってことは100は与えたってことなんですよ。
死んでない意味が分かりませんよね。なるほどなるほど。でクールダウン9秒。え、サボえサボえ。ん、なんだ、難しいな。投擲場所がなかなかこちらで狙いをつけることができない。いるないるないるないるね。ダメージなかなか低いですよね。アシスト39。帝国軍が使ってたあの銃よりもレートが高いんだけど、こっちか、上か、ん、なんだこれ、どこだ、しかも遠いしな、次のポット。こういう風な、割と頭当てましたけどね。キルアシスト100。そうですか。まあこのバグに至ってはバトルフィールド4でもありますからね、普通に。まあ多分直す気ないでしょうね、ダイスね、これね。ちょっと さすがにそろそろオブジェクトに絡みたい。絶対そっちから来るよな。マップ自体はそんなに広くないので、広さを把握しておけば大体どこで湧くのかが分かるんじゃないのかっていうのが私の今のあれなんだけど、ちょっと待って、みんなイデアから離れすぎた。見てる見てる、ああです、 OK。スライムだ、いるいる、落とす、何何、落としたやつに殺されたぞ。なんだこれ、頭1個出してくれたからこれを殺せるかっていう。なるほど、厳しいですね。マジできつい、マジできついよ。この打ち負けますね、こっち普通に。まあ今は打ち負けたわけじゃないんだけど。まあこの辺りのグレネードの使用は、まあ、使ってるうちに慣れるだろう。はい、やべやべ、ちょっと待って、あれ迂回できると思ったんだけど、見なかった、仲間、いただき、全然殺せねえ、全然殺せねえじゃねえか俺マジで。いやこれきついっすよマジで。ちょっともう少しバランスを良くしてほしいところですね。まああの女成績も非常に悪いんですけど、カメラ、なかなかこう本当に威力が低いんですよ。グルメードかな、例えばこのレートの高い中距離の後ろ、え
いてんだろこれ、こっち。ふざけんだよ、この辺りの。この辺りのクソ仕様をふざけんだよ、マジで。勝てないんですよね。アシストばっかりだな。すげえな。飛びすぎだし、くれねえの、本当に。そんなに、そんなに低いもので。さすが。これはさすがに。あ、後ろ。確保と300。何この状況。この状況何。マジふざけんな。マジふざけんな。なんだよ。それ強いんですかね、その銃。ちょっと待ってくださいよ、本当に。私死んでるだけじゃないですか、さっきから。完全に足を引っ張っていると言っても過言ではないよ、この状況ね。参ったな。大外回しますか、じゃあ。いますね。ああ、うまい。うまいっすか、早くすぎんだろ。おお、なんだなんだ。オッケーじゃない。かっこいいっす。いってー。パートナーお亡くなりになっちゃったから今。ここでさ、ここで一気にグレネードを投げられるといいんですよ。行ったのかな、痛いんですけど。やばい。さあ来てください。ん、今なんでですか。エネミーディフィートじゃなくてトップスコアラーを殺した時のボーナスみたいなのはなかったよ。ナイス。うまっ。仲間うますぎない、ほんと。ビクトリーはいいんですけど、私も成績ですよ。はい、このざまですよね。てかまあみんな今回総合的に高かったよね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺りで、終わりますか。バトルフロント、スターウォーズバトルフロントはですね、本日10月9日含めまして、こちらを中日にしまして、3日間、明日までかな、やってるので、ぜひ、プレイステーションネットワークの方で、誰でも無料で、プレイステーションプラス、未加入者でも落とせます。プレイもできます。ので、よろしければ一度プレイしてみたら、まだもしかしたら楽しいかもしれないですね。はい。まあ、FPS なんで、まあ、プレイヤーの方はちょっと選ぶかもしれないですけれども、まあ、一度やってみるただですからね、またスターウォーズということで、非常に世界観も、重厚なものになっております。ということで、ぜひね、やってくれたらいいんじゃないでしょうか。続き動画の方もね、上げてきますんで、もうちょっと待ってね。はい、それじゃあ今回はこの辺りで、お疲れ様でした。